ヴィットリオ・ブランビラは、イタリア出身の元レーシングドライバーであり、元海一ドライバー。ヴィットリオ・ブランビッラなどと表記される場合もある。そのこわ表の要望と荒々しい走りから、モンツァゴリラの愛称で親しまれた。兄は、オートバイレーサー、カーレーサーのエルネスト・ブランビラ。マシン性能差が縮まる、雨のレースで好成績を残すことが多く、雨の魔術師の異名を取った。海一参戦時代に唯一の優勝を果たした1975年、オーストリアグランプリも、雨天でのレースだった。しかしマシンに恵まれなかったこともあり、通算では安定した成績を残せていない。マーチ761オカルブランビラもともとは2輪で、レースキャリアをはじめ、イタリア国内の 175cc クラスでは、チャンピオンを獲得。1969年に4輪に転向し、まずはイタリア海3に参戦を開始。翌1970年からは並行して海2にも参戦するようになる。1972年にはイタリア海3でチャンピオンを獲得している。1974年第3戦南アフリカグランプリでマーチから海1デビュー。しかしマシンの性能が低く、入賞1回に終わった。1975年もマーチから海1に参戦。シーズンを通せば苦しい戦いを強いられたが、スウェーデングランプリではポールポジションを獲得。そして豪雨によってレース周回数が大幅に短縮され中断となったオーストリアグランプリでは優勝。加えてファステストラップも記録した。1976年もマーチから海1に参戦するが、やはりマシンは1級とは言い難く、入賞は1回。30ts20 オカルブランビラ1977年と1978年は、30tsからの参戦となったものの、やはりマシンに恵まれない状況は変わらず、2年間で入賞は4回に止まった。加えて1978年イタリアグランプリでは、スタート直後の多重事故に巻き込まれ、頭部を負傷。一時は意識不明の状態に陥った。幸運にもブランビラは回復したが、同じく事故に巻き込まれたロニー・ピーターソンが事故の翌日に亡くなっている。回復後は1979年、1980年とそれぞれ数戦にスポット参戦したに止まり、1980年をもって海一から去ることとなった。引退後は静かに余生を過ごしていたが、2001年5月26日、自宅の庭で草刈り中に心臓発作を起こして倒れ、そのまま亡くなった。63歳だった。ありがとうございます。